助けたい。あー死んじゃう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 、あー死んだ、死んでしまった、あー死んでしまった。強いね。こう曲がりくねっていると、道の先に何がいるか。武装した敵です。どこどこ、なんか奥の方に行ってない？変わってきましたね。どこにいる？さっきさ、あれ？いなくなっちゃったね。なんかすごい一生懸命頑張ってる。どこに行った？敵いなくない？去ったね。あ、いた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 。強い魔物から仕留めます。攻撃を連続で食らうと危険です。あ、当たってる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 。いいよいいよいいよ。攻撃の隙を狙いましょう。はい。めっちゃ殴られてた。ああこれ使う。痛い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 。薬草どれ薬草どれ、薬草がない、これか。お願いします。死んじゃう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 。引き打ち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 。はい、ちょっと死んじゃった人ごめん、死んじゃった人ごめんね。あ、いた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 。スタミナすごいなくなるんだけど、あーダメだ、頑張れ。でも古田もまあまあまあちょっと生きてるもんね。あーあー辛い。もう一個ぐらい使っとこう。古田あんま遠く行かないで。回復できる？しくじりました。よし。回復回復回復。なんという不手際。ちょっと回復して回復。今回復して。ああ、ちょっとやれてる。でもまだいるね。まだいる。はい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 、行きます。やってください。すごい強いんだけどこいつ、何なの、全然減ってないんだけど。はい、バーンがまた死ぬ。バーンちょっと待っててね。バーンちょっと待ってて。待って。スタミナがない。
こいつ矢の方がいいのかな。逃げるな。あースタミナが全然なくなるな。はいスタミナ、はいスタミナ、もうなくなってしまったスタミナが。なんでこいつこんな強いの？強くない？はいスタミナ、スタミナ、スタミナ、スタミナはどれだ？スタミナ、スタミナ、これか。死ぬ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 。なんでこいつこんな強いんだ？こいつだけ強くねえか？待って。こいつだけ強くねえ？治療をお願いします。ちょっとスタミナ、スタミナ、スタミナ、よし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 。あーバニー、ちょっとみんな死んでる、みんな死んでる。もうちょっともうちょっと、もうちょっと。ちょっと早く早くスタミナ、スタミナ、よしやったやったよ。助ける。まだいるの？まだいるのか。どこにいる？どこに、もういないでしょ。漁れないのかな。いやすごい大変だった。これもしかしてちょっと私が今来るべき場所じゃないのかな。だって一応イージーモードにしてるはずなんだけどな。あー大変だった。ちょっと待ってね、一回セーブします。あー大変だった。まだでも敵がいる、なんかムーブしてるね。こっちなのかな。ちょっと待って、もう一回マップ見て。下の方だね。じゃあこっち行ってみる。なんかあんまりさ、メイン道路を外れない方がいい気がする。あ、なんかあった。でも相手が人だからと油断なきよ。え、魔物同様に襲ってくる輩もいます。俺たちに喧嘩吹っかけるってか。喧嘩吹っかけるってかって、どこにいんの、どこにいんの。どこにいる？どこにいる？誰とやってるの？あ、こいつか。やった、やりました。小さな銀河袋、やってやった。まだいるな。あーいっぱいいる、やっぱりいっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って、ここでセーブしたらまずいかな。ちょっと待って、もうないんだよ、いろいろグッズが。回復回復。
こいつはやった？どこどこどこ？ちょっとちょっとはできそうですが、飛び降りるって、やった、なんかレベルがアップしたし、何かを達成したと言われている。え、これ終わってる？ちょ癒してくれ癒してくれ。まだなんか敵がいるみたいなミュージックが流れてんだよな。キノコあった、あ、金貨袋だ、もっと大事なやつ。ちょっと待ってね、一回セーブさせてください。あー、なんてこった。一回戻る？レベル上がったし、飛び降りてみますかってさっき言ってたんだよな。もうちょっとではあるんだよな。飛び降りない、飛び降りない。ここはもうずっとこの音楽なのかな。ちょっともうちょっとさ、もうちょっと回復しない？もうちょっと回復しよう、頑張って。バニーとバーン、フルタは結構回復してくれてるけど、もうちょっとなんだよな。こっちかな。わあ、大変だ。狼、狼ならいい。あ、狼いた。狼、狼やってこうか。フルタも、フルタもレベルアップした。ちょっと疲れてる、あたい疲れてる。でも私なんか体力は割と減らないから、混んでても今のところ大丈夫だな。朝が、まあ私が全然スタミナ管理っつうのができてないっていうだけだと思うんですけど、何かありますよ。勝利です。ちょっとさ、回復お願いします。あ、まだいる、まだいる、まだいる。いっぱいなんか戦利品が手に入りました。回復して、お願いお願い、もっとちゃんと回復してあげて。バーンが、バーン死にそうなんだけど。え、私がさ、使ってあげることってできないのかな。これできてほしいな。渡すしかできないのかな。わからん。ちょっとバーン、あんた回復ほんとしてよ、マジで。回復してっていうコマンド欲しいな。あ、ちょ、またセーブしときます。めっちゃ細かめに。レベル上がったね。それでさね、古田ちゃんも上がった。ジョブポイントも結構もらえてる。一回帰るっていうのもありだな。この場所が分かったら帰ろうかな。狼です。攻撃を避けるのが得意なようです。何者に攻撃してもかわされます。力を合わせた結果です。
よし、なんかある、なんでもない、怪我はあり、もうちょっとだと思うんだけど、あ、ほらもうちょっとじゃん、ちょっとここまでたどり着いたら一回帰ろっかな。寂しげな場所だね。旗が立ってるね。でちょっとさ、レベル10のポンをまた雇って、ここか、よし。でちょっと一回帰りましょう、皆さん一回帰りましょう。このままちょっと突っ込むのは危険すぎる。ここまでこんな苦労してきたのにさ、なんかない、これ、何これ、株みたいな落ちてる、落ちてる、これ中がここより簡単だとはちょっと到底思えないから、一回帰って、マジでこの音楽がずっと不穏なんだよな。え、またさ出直してきたらあいつらいるってことあるかあ、そうなの、機器があるとこ行ってみようか。あー、宝箱あった、はいはい、探求心の証。でんでけでんでけでん、いやいい曲なんだけどちょっと不穏なんだよな、ずっと。レベル10のポン2人また雇って、それで来よっかな。やっぱさ、この武具をこう強化したからか、体力あんま変なくなってる気がすんだよな。ただでももうさっき薬草使い果たしちゃったからな、キノコも。スタミナはちょっともうそんなにもういいかな、スタミナは。あ、これほら骨がやっぱあるよね、ここに。ここで死ぬの分かる、はいさっきね来たのよ。あー大変だった。お金いくらぐらいあるんだろう、そういうのどこで分かるんだろう、ステータスで分かるかな、アイテムかな。あー1万いくらにはなってるね。じゃあちょっとまたさ強化とかしておこっかな。自分が生きてりゃなんとかなるっていうことも分かったから、うん、ちょっとまた潜まれてたら嫌なんだけどな。まあでもあのまま突っ込んだらちょっとやばいかなって気がするんですよね。かなりおっかなびっくり進めております。ここがそこだよね、こっから帰ってもいいけど、まあでもいっか。もうリザードなんて全然簡単の方だったな、うん、こっちに戻るんだ私。まだまだこの音楽鳴ってる、そうだね。こっから入れるってことは、こっから出れるってことだよね。仕事の邪魔だ邪魔者扱い、不安だらけの、そうだよね。はい、やっと帰ってきた。じゃちょっと防具を古田ちゃんのも強化してあげて、ごきげんよう。装備は好き。毎度どうも。傘です。ここにはしばらくいるつもりだけど、解体。さあ、商売の話。アップグレードでさ、え、なにこれ。え、なんか私これ装備できんのかな。アニールスティレットとかの持ってんだけど。
ちょっとまあこれは後で見てみようか。武器もあできる。武器ちょっと強化しとく。あ装備できるね。へえ。油濡れ状態いいんじゃない。攻撃力48、あ84だからちょっと弱い。まあ一応じゃあちょっといっか。王宮の旗、うん、かなかったっけ。あこれだ、狼の毛皮。狼いっぱい倒したからよし。じゃああと古田ちゃん、古田ちゃんも、ウサギの毛皮なんてありそうだけどな。狩ればいいのか。うん。さあ商売の話をしようぜ。まずは俺の品揃え見てってくれ。はい、またのご利用。はい、でこっちじゃない、スキルとかもつけれんじゃないって思ったんだけど、あれあんたここにいた前から。場所違くない？ここだったっけ？例えば蛇の頭どこ行った？蛇の頭どこ行った？しまってくれたのかな？あ、ここにあるじゃん。あるじゃん。採取。油瓶。なんか薬も使っていけばいいんだよね。遠慮なく好きなのを選びな。さあ何をする？習得できる？あ結構あるからしていこう。普通のなんかこういうアビリティでさ、よじ登る。これ欲しいかも。スタミナがめっちゃないんだもん。いいよね。なんかもう。どうやって取ってくのがいいとかわかんないから、もう今欲しいやつを取るよ私は。でアギトサキだってさ、結局2つしかつけれないわけだから、うん、へえ、これ強そうだね。うん、うん、弓が結構良かったからな。まあ全然当たんないんだけどさ。え、これなんでダメな、あ、もう取ったからってことか。あーこれもいいね。うん、これにしよう。ちょっと古田ちゃんも2とかのが来た。1500もあるから瀕死状態中、状態以上の蓄積を減らす。あいいね。いやでもこういうやっぱ強めのやつにしようか。これ1個取っとこう。あともう一個700。え、なんだこれ。これか。これいけんじゃないか。これはいいんじゃないか。生属性とかよりも、ちょっとやっぱ回復。OK。はい。変更します。ちょっと私から。あ、3つつけれんのか。うん。これ
これはつけようがないよね、もうね。ないんだもんね。いつつけれんのか。ファイアボール2。ヒーリングスポットになってるよね。違うな。じゃあギフトを外して、これ。うん。こちら持ってないんだね。うん。これでいいんじゃねえかな。さあ何をする。はい。好きなのを選びな。どうしようかな。ちょっとやっぱ一回戻ってカサディスにで止まろっかな。はい。また来てくれ。で倉庫管理とかもね、倉庫整理とかもしたいもんね。じゃあカサディス戻ります。何回戻ってんだって話だけど。そう、リムで雇いたいし、ウサギの毛皮欲しいからウサギも飼ってこっかな。頑丈そうな防衛施設ですね。そうですね。ちょっと暗いですね。もしかして夜ですかこれ。宿営地の脇を抜けて進みましょう。こちらです。もっと道が整備されれば往来も楽になるんですが。そうですね。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。注意しましょう。この辺とか毎日わかんないんだよな。街道沿いは比較的安全です。夜だけど。やはっはーって言ってる。やっぱりゴブリンいる。もう倒していってもいいんだけどさ。不安だらけの前。そうだね。あ、キノコじゃないかこれは。戦闘時は焦らずよく攻撃機会を見定めましょう。あ、キギキノコ、キノコ、よし。ウサギウサギウサギ。街道は比較的安全ですが、気を抜かずに行きましょう。はい。ごめんねウサちゃん。プルタの防具を。何かありますよ。人参。野生動物。そうなんだ。肉とかも取れるんだ。じゃあ罪はないウサちゃんだけど飼ってった方がいいな。積極的に。何か見つかりませんか。え、どういうこと。バーン、何、どういうこと。バーン、もう一回言って。あ、これ、ここか。ベリー、ベリーも確か回復するんだよね。バーンの体力が少ないのがすごい気になる。ウサギ、キャーキャー、ごめんねウサギ。ウサギの怪我は。もう夜だねこれ。魔女の森です。あ、え、魔女の森、魔女の森、まじないの森のことかな。とりあえずまず倉庫を、怪しげな場所のようですこれ毎回出てくるのか。倉庫を整理して、おかげさんでちょっととは言っても大した。そうだね。どうするね。倉庫管理して、宿屋に泊まって、薬系はいいんだけどさ、薬草とかも。キノコ、この辺はいいか。じゃあこれ、矢はさ、いいや。あ、毛皮。これ、預けといても、使ってくれるって言ってたよね、倉庫から。これ何これ。珍品いらん。いらんってことはないけど。これさ、一応預けといて、しようかな。ウルタちゃん。この辺は一応持っといてもらって、
バーニーちゃん、バニーちゃんは鎖か獣肉持ってる。あとは持ってないか。バーン何も拾ってないの？なんかいろいろあるよって言ってたのに。任せておきなよ。で、調合。調合は今度でいっか、またね。任せておきなよ。じゃあ。どうするね、宿泊します。休んでいきなよ。朝まで休みます。いい了解で、あれをね、ちょっとピッケルを買っていきたいと思います。サーバーと通信しています。頑張れ、頑張。うん、全然進まん。頑張ってくれ。頼む。あ、来た来た。この人はなんで床に座ってんだろう。はい。よし、行くぜ。たくさん並んでますね。並んでますね。よし。行くよ。さっさっさっさ。ここで休めそうですね。休めそうですね。ちょっと性格変えるのとかも今度しますね。ここは宿屋ですね。各社様も休憩できますよ。休憩できますよ。ピッケルピッケル。あれ、ここじゃなかったっけ？どこだっけ？ここは生花店。ここか。村の食料品を仕入れているようです。ここだ。あら。ポンポン。あんまり品数はないけど。はい、これ。これ欲しいっす。250。1個でいいのかな。3個ぐらい買っとく。うん、 OK。 あ、矢がね、売ってんだ。うん、とりあえず先行ってすごい強いやつが出てきたらそれにするか。で、なんかさ、あの石あったよね、ここにも。なかったっけ、石あるじゃん。あっ、上になんかあるよ。登ってくれと言わんばかり。違う違う違う、登ってくれと言わんばかり。なんもない。パキ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 。どこだ、石。石どこ、ん、石どこ。あ、これか。よし、じゃあちょっとね、レベル10になったんで、レベル10の方をちょっと雇っていきたいと思います。ちょっとさ、公式ポーン見てみていい？え？誰もいなくない？いないの？公式ポーン。え？どういうこと？いないの？公式ポーンいなかった。じゃあポーンを探すでいいか。レベルを指定します。レベル10でいいです。で、絞り込み条件で、まず、ファイターの人探そうかな。はい。うん。あ、こういうのも見れんだ、ここで。このスキルをさ、いっぱいつけてる人がいいと思うんだよね。だから、綿えぐり。ダメ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 。こういう人。うん。うん。
ちょっと名前があれだったらあれだけど、これで一回戻ってもう一回呼べんのかな。そしたら来るの？人二人。来た？あ、来た来た来た。こんな名前だった？あ、こんな名前だったかもしれない。何かご用ですか？詳しく見る。うん。うん。うん。何かご用ですか？ちょっと待ってね。わかってる。服は二人とも同じような感じだね。何かご用ですか？女性なのも似てるし、うん、何かご用ですか？もう一回選んでみようかな。なるほど、レベル指定、えい、絞り込み条件、これはいいんだ。あーほら、3つも持ってる人もいるじゃん。こんな違うんだね。この人、この人、来た来た同じ帽子いいねいいよ見た目。うん、3つ持ってるしな。うん、すごい、クエストの知識とかも見れるんだ。何かご用ですか？カオさん、カオさんもいいし、ヒルダさん、ヒルダさん、何かご用ですか？あ、この人攻撃力高いな。あー、なんか星ついてるし、一緒にしようかな。これ以上は連れて行けません。誰かと入れ替えてください。あれ？シスターさんになってる？まあ、いっか、ちょっと。バーンさん。はい。よろしくお願いします。あれ？どっち？ちょっとわかんないな。まあいいや。まあいいや。じゃあ、私は薬草とかもらったら嬉しいから薬草にしようかな、やっぱり。うん、薬草いっぱい取れそうだしな。はい、ありがとう。うん、分かったよ。うん、いっぱいね、いっぱい、いいよ、よかったよ。はいはい、次も向上の姿勢を貫きます頑張れ。またお会いしましょう。お会いしましょう。で、次は明治の人を選ぶんですけど、明治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 、はい、絞り込み条件、あ、やっぱヒルダさんじゃなかったんだね。待って、あ、そっかつけてない。はい、あ、でもこの人すぐに何もつけてない。え、ってことあんの？そんなこと。
るのか。一個ずつしかつけてない人って結構いるね。つけれるってことが分かんないのかな。それとももうどん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 先に行くから。じゃあ待って待って待って。もう一回もう一回。あ、この人3つついてる。せめて3つついてる人がいい。うん、全然ついてない人もいるもんね、こんな。これはちょっと大変。やっぱヒルダさんに話を全然聞いてなかったわ。何かご用ですか？この人だったわ。もう、まあいい、さっきの人でいいわ。ごめんね。さっきの人で、もう雇った人。アイリスさん。何かご用ですか？あ、なんかちょっといいの着てない？この子ね、いいの着てる。え、なんかすごいいいの持ってない？なんかわしのマークみたいな、対象製薬みたいな。あー、この子にしよっか。何かご用ですか？助けてくれマジで。うん、ちょっとあまりに強いとあれかな。でもいっか、これぐらいのレベルならそんなに。バニーさん、ありがとう。よろしくお願いします。でバニーさんには、あ、キノコ、キノコね、私使い切っちゃった。はい、よかったよ。私好きこういう人。回復してくれたからな。ありがとう。ありがとうね。やりましたね。やりましたね。私たち。はい。じゃあ、戻ります。戻ります。はい。一回切ろうかな。キナ様はマジナイ氏の森に行ったようです。そうですよね。あ、全員女性になった、もしかして。もう一回行く前にちょっと一回切ろっかな。ちょっと1時間を超えてしまったのでね。はい、まあ、ほとんど何もしてないんですけどでもまあたくさん戦闘したな。というわけで一回ちょっとここで、録画を切って、もう一回ね、やりたいと思います。